韓国政府が大炎上、日本に対応要求で国会議員が激怒。19日に韓国の外務大臣が、いわゆる歴史問題に関して、日本側も誠意あるリアクションをいただければありがたいなどと発言してしまった問題で、自民党の佐藤正久外交部会長がツイッターにて、日本への前を繰り返してきた韓国、それを許してきた日本、そのつけが今に来ている。 日本側は過去の同じ失敗を繰り返してはダメだ。あさ日ての外交部会でも正す。国際違法違反。国際約束違反の是正は韓国の責任だなどと批判され、韓国政府が大炎上してしまっておりますが、こちら、韓国政府が引き起こしている問題については、日本側が納得できる形で韓国政府が自ら解決するべきであり、 日本政府としてできることは、韓国政府の対応を待つのみでございます。韓国政府の対応によって、日本側に何らかの被害が生じた場合は、制裁措置で応じるしか選択肢はありません。韓国政府には、これ以上日本に対して、挑発行為を続けないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。